長く病んできたフランスは覚醒するための炎に包まれていました。強欲で堕落した国王は怒りに我を忘れた民衆により断頭台の露と消えましたが、革命に熱狂する民衆はなおも血を求め殺戮を続けたのです。この国の病を癒すには一つずつ根気強くそのもとを絶たねばなりません。アサシンクリードユニティのクリエイティブディレクターアレクサンドル・アマンシオです。花の都パリは今フランス革命の嵐の中にあります。ノートルダム大聖堂の頂上にあるのがいますね。このゲームの新たな移動コマンドコントロールデセントを使用し壁を伝います。従来の移動コマンドを一新したためプレイヤーはどこにでも自在に動き回ることが可能となっているのです。群衆が広場で僧侶を袋叩きにしています。プレイヤーは僧侶を救うことも放っておいてそのまま見殺しにすることも可能です。選択はあなたの判断に任されます。ガイロは通行人、強盗、野次馬など様々な人であふれて躍動感に満ちています。プレイヤーはゲームを進めるために街の人々の思惑を探る必要があります。最近起こった殺人について話をしている人々がいます。殺人ミステリーの合図ですので中に入って様子を探りましょう。 Bear up, madame. I will return to see justice done. このミッションをクエストログに追加しターゲットを追います。パリは革命の渦中にあります。路上での喧嘩は日常茶飯事です。人々が警備の兵士と戦っているのが見えましたね。Here's the sword. If I'm not too late, I'll catch Captain Xavier at his dinner. 今回のターゲットはソーシャルクラブにいます。これはこのゲームで新たに加わった場所の一つです。ここでは正面入り口から建物に潜入しましょう。戦闘はゲームの重要な要素。プレイヤーは頭を働かせ、武器や戦闘テクニックを駆使して敵を倒さなければなりません。建物に入る前に鷹の目を使って内部の様子を探りましょう。プレイヤーはどの建物にも潜入することができ、プレイの可能性は無限大です。ステルスモードを試してみましょう。アサシンクリード初となる本格的なステルスモードをボタン一つで発動できます。相手方から発見されにくくなるとともに物陰に隠れながら近づくことができます。3階に隠れているターゲットを追い詰めましょう。It wasn't me. I'm not the man you are. Where is he? But it is this, the executions. Good. You should leave this place. Merci, monsieur. Merci. Merci. ターゲットはここにはいないようです。パレド・ジュスティスに行ってみましょう。パリのユニークな街並みを見渡すことができます。すべてが実物と同じ比率で再現されています。主人公は屋根の上を移動し素早くそしてシームレスな動きで建物の中に潜入することができます。タバーンは人々の社交の場です。プレイヤーはここで様々なオプションを使うことが可能です。革命時のパリは食料不足に悩まされています。人々が穀物のことで言い争いをしていますが、ここでは関わらずに先に進みましょう。
この通りは敵の勢力にブロックされています。今はまだ力が足りないので戦いを挑むことはできません。壁を登って避けながら移動しましょう。ギロチンの公開処刑を見るために群衆が集まっています。ターゲットを見つけるため鷹の目を使います。すべての能力を獲得していないのでスキルは限定的です。ターゲットのキャプテン・ザビエルが処刑執行のためにギロチン台へと向かっています。ターゲットを暗殺する方法は幾通りもあります。新登場のファントムブレードを使うか、警備にスタンボムを使うか、あるいは変装スキルを使って目の前まで歩いていくことも可能です。今回はテンプル騎士団にメッセージを送るためにド派手に公開処刑に乱入してみましょう。アサシンクリードユニティでフランス革命のカオスをぜひ体験してください。UBI ソフトが見せるのは無限の可能性。個性的なキャラクターたちが飛翔する世界、見たこともない新たなテクノロジー、プレイヤーを捉えて離さない圧倒的なスケール、笑いだって不可欠。そこはまさに予測不能な世界。これからは画面のラインナップが登場。続々登場する UBI ソフトの情報をいち早くキャッチするにはぜひチャンネル登録を。チャンネル登録はこちらから。